皆さんおはようございます。和道です。2018年1月の20日、10時33分です。よろしくお願いします。おはよう。おはよう。連絡取れないんだよね、のんちゃんと。もう3日ぐらい経つかな。終わったかもしれない。終わったかも。なんかあった。喧嘩じゃないけど出てけって俺が言ったの。出てけって。そっから連絡取れないね。出て行った。そっから連絡全然取れないよ。彼女いない方が花火もらえる。いや別に花火変わってないよ。でもそれアイドル配信者だけでしょ。女性花火が増えるってことでしょ？そんなことある？ないでしょ。そんなことないと思うよ。アイドル配信者だけだと思うよ。俺のこと色目で見てるやつなんかいないって。和田くんかっこいいとかないでしょ。テレチャンピーもね、急にキャラ変したからね。たまに超セクシーな配信してねえわ。 超セクシーな配信してねえよ俺。本人さんいつした？やってないよ俺。あ、耳元でささやく。あれは俺じゃないですね。おはよう。いや、喧嘩ってわけでもないんだけど。連絡は取れないね。いや、あんなので花火上がるんだったらね、楽勝でしょ。毎日やるわ、俺。あんなのじゃ花火上がんない。そんな甘くないよ。心配っつうか、まあ、終わったのかなって思ってるかな。心配とかじゃなくて、あ、終わったのかなっていう。甘かったら花火上がるよ。何甘かったらって。 甘ーいって。花火全然上がんねえかんな。それでいいってどういうこと？それでいいって。いや、思ったことを言ってるんだよ。それでいいってどういうこと？いいかどうかじゃなくて、彼女の気持ちでしょ？受け入れるしかないでしょ。いや、まあ別れようって言われたら別れるよ俺は。しょうがないじゃん。今月やばいね。明太ロックさんいらっしゃい。今月やばいね。
やばたんだね。いよいよなんかこうやばたんですね。やばいね。アイテムちょうだい。助けて。ヘルプミー。ヘルプミー。うん、子供じゃないしね。わお、明太ロックかっこいいね。バーガーありがとう。いいね、今月大丈夫からのアイテムはかっこいいね。俺は応援してるよって。明太ロックありがとう、かっこいいじゃん。うう、行きだね。今日はね、原田さんっていうマッハ道場の人のジムで、ボクシングちょっと教わってきます。しごかれると思うんで。わお、大花火ありがとう。配信者になっちゃったかは名前出せませんが、いやとんでもない、助かります、ありがとうございます、ありがとう、嬉しいです、ありがとう。ななみハートありがとう、みんなありがとうね。もう乗り越えるからね、なんとかなんとかこの放送だけは守るから、みんなの居場所になるように頑張るね。おはようクソ行、おはよう、楽しんでって。いいよ、匿名で全然いいよ。のんちゃんどこ行っちゃったん、家に帰ってるんだと思うけど、うん、LINE の返信がないね、残念ながら。どこに行ったんだろうね、彼女は。まあそうだね、やりたいようにやっていくよ。マイウェイよね。なんかあったの？いや、フェラしてっつってフェラしてくんなくて機嫌が悪くなったから出てけっつったら出てた帰ってこなくなったもう話を超要約するとそんな感じかな。まあいろいろあるんだけど、いろいろはしょって、いろいろはしょって言うとフェラしてやだ、機嫌悪くなるのんちゃんが出てけ出てった。ええー、だよね、ええー、だよね、本当にそんな感じ、うん、まあまあまあ仕事頑張って、明太ロックさんありがとう、バーガーあり、あ、ハートありがとう、ミリーさんバーガーありがとう、おはよう。まあそういうこともあるよね。いや最近ね機嫌悪かったんだよね、俺がすごいイラ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 してて、メンタルあんま調子よくなくてさ、だからのんちゃんに当たっちゃった部分もあるんじゃない、うん、俺も俺でピリ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 してるからさ。まあまあ
終わったら終わったでしょうがない。はい、たくみさん、おはよう。おう、トト、ワコツ、おはよう。あれ、トト、あ、そっか、風邪ひいてんのか。仕事じゃねえのと思ったけど。風邪か。ああ、よかったよかった。メンタルの調子や気持ち、機嫌のことで調子が良くないのはしょうがない。誰にでもある。ちょっと良くないね。でもね、俺自身も苦しいし、やっぱり上げていかないとね。のんちゃんね、フェラしてって言ったらね、やだって言われてね、のんちゃん機嫌悪くなって、機嫌悪いなら出てけ、ここは僕ん家だぞって言ったら帰ってこなくなっちゃった。いつもはフェラしてるかどうかは、まあ、ご想像にお任せします。タイミングが悪い時に起こったと思えば大丈夫。そのうち戻ってくるかな。どうだろうね。そうかな、市川さん。どうだろう。いや、まあ3日取れ連絡取れない彼女はどうなんだろうと思うけどね。3日だよ。3日連絡、もう3日か。いや、でも女の人は世界で一番好きだった人が世界で一番嫌いになる生き物だって俺はよく分かってるから、3日経つね。3日音信不通だね。拗ねてんのかな。どうなんだろう。おい、ニコラスいらっしゃい、お疲れ。3日も連絡取れないよ。3日も LINE は既読ついてるから生きてると思うけど、18日に LINE してで既読ついて返信がないから待ってるね。のんちゃん逃亡した。まあそうだね、リフレッシュも必要だね。がちょっと長いね。俺はいつまで待てばいいの、これは。もうちょっと我慢の限界なんだけど、いつまで待てばいいの。もう俺は3日が限界なんだけど。いや、3日連絡取れない彼女はもう別れたっていうことで認識していいのかな。みんなの許容範囲はどれくらいなの。3日ってさ、もう終わったんじゃないの。これもうあれ、次の恋愛に行くべき5日ぐらい。あと2日言うよ。ちょこちょこ連絡、いや、だから18日に一言、まあ中野に行ってくるわっつって死活されて終わってる。俺が中野に行ってくるわっつってメールして、
まあ1週間連絡取れなかったらもう終わりだね。俺だったらもうなかったことにするね。のりこなんていなかったんだって。そんなに器小さいのか。俺器めちゃめちゃ小さいよ。おちょこ和道って呼ばれてんだから。おちょこだよ、おちょこ。俺の器は。日にちじゃなくて気持ちで決めることじゃないの。そういうもんなの。尺八修行の旅に出てる。3日は我慢したら終わりじゃない？和道さんも大変だと思うけど。まあちょっと、どうなるのかわかんないね。いや、心配だよとか。っていうかね、俺はね、男と女はね、心配を相手にかけさせたら終わりだと思ってるから。そういうね、ことは言わない。心配を相手にかけさせたら、もうずっと続くから。ってことはもう直しようがないと思ってる。合わなかったと思ってる。おい、ノンラブいらっしゃい。ノンラブ、こんにちは。和道さんの気持ち次第。おちょこだからな。おちょこだからな、どうしよう。おちょこに改名しようか。わかった。ピーカブー和道からおちょこ和道に変えるわ。ちょっと待ってね。それはいい案だな。おちょこ和道に変えます。おちょこに変えますね。はい、改名します。はい、改名しました。おちょこ和道に変わりました。僕は変わったかな。おちょこ和道になってる。終わりかな。普通に何してるのって LINE してみたら、いや俺から連絡取ったら負けだと思ってるから なんて言ったって器がおちょこだから。俺から連絡取った、俺から連絡したのに2回目はそれはダメだから。おちょこ和道になってた。余計にムカつく。なってる。どうぞよろしくみんな。待つほど無駄なことはないと思うよ。全身あるのに。じゃあ分かった。もう今日連絡来なかったら別れたと思う。で、俺はもうお別れだわ。今日猶予だわ。今日猶予。そうしよう。今日まで待とう。3日目だから。18、19、20の3日間だね、やっぱり。いや、俺は、だから俺はもう今日がタイムリミット。いや、勝ちとか負けとかでしょ。なんたっておちょこだから。そうしよう。俺2日連絡しても全部フル死活されたら終わったと思うけどね。だよね、だよね。そうだよね。じゃあ3日にしよう。尺八を吹くまで待とうホトトギス。クソが強い戦国武将だよ。絶対天下取れないじゃん。絶対ダメな武将だよ、それ。のんちゃん、配信見てるな、連絡来ると思いますよ。どうだろうね。アンコールさん。新しいポケモンを捕まえに行かないと。既読して無視してやろう。ホトトギス。あ、それは乗り子目線ね。 それは乗り子目線だね。でもさ、 LINE の既読機能って本当に嫌だよね。そのなんかさ、いつからさ、こんなメール読んだか読んでないかみたいな機能つけ始めたんだろう。ほんと嫌なんだけど。日本人のとこでハート投げまくってた？おい、何韓流ブーム起こしてんだよ。なんか最近おかしいなと思ってたんだよ。ずーっとチャングムの誓い見てんの。俺の放送見てないで。ずーっとね、日本人とね、チャングムの誓い。この前っていつ？のりこハート投げまくってた日本人に。しょうもねえなあいつ。ゴミカス野郎でしょ、ゴミカス野郎。チャングムの誓い面白いって言ってたよ。
いや、日本人よく見てんだよ。日本人。あいつ俺にハート投げないで日本人に花火、ハート投げてたのかよ。ハートありがとう、ななみん。笑えねえよ。うん、配信中毒が。本当にしょうもねえな。恋愛疲れたから韓流アイドルで癒されてるのかな。どうなんだろうね。日本人かっこいいか。日本人かっこいいか。うん、アイコン変わったらもう終わりだね。うん、っていうかさ、俺思うんだけど、いや俺別にべったりしてないよ。あの思うんだけど、別れるなら別れるでしっかりさ連絡をすべきじゃん。新大久保を探してみる。新大久保で缶バッジとか買ってんのかな、韓流スターの。新大久保探し回ってみようか。日本人、まあ不細工ではないけど、なんだろう、いいか。うん、音信不通は嫌だよね。別れるならチャンピンのところにもよくいんの。チャンピンって別に韓流顔じゃなくない？むしろ思いっきり日本人の顔だと思うんだけど。チャンピンはどちらかっていうとなんかのぶしみたいなさ、昔の日本人の顔だと思うよ。ねえ、何も言わないで終わるってもうなんか嫌だよね。まあいいや、終わりなら終わりで。ああ、今ああいうのがモテんだ。モンゴル顔？俺モンゴル顔か？モンゴリアンっぽい？俺に飽きたの？なんか女の人が言う醤油顔、ソース顔とか塩顔とかよくわかんないんだけど。韓流顔という、ああ、はい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 。あ、それはわかるわ。クソギョさんの言い方ならわかる。爬虫類系の顔ね。確かにテルチャンピオン爬虫類系だよね。あっさりした顔が醤油顔なんだ。俺は何顔になるの？俺は何顔？そう、調味料で例えるなら。マヨネーズ。マヨネーズ系？おはよう、みのむさん。あ、そういう顔なんだ、俺は。うん。あ、でも妹も言ってたな、醤油って。ソースなの？日本人も確かにトカゲっぽいところあるよね。うん、オイスターソース。え、全然違うじゃん、醤油とかソースとか。だからこんなグダグダな、グダグダな感じなんだって。評価に、評論になってないんだって。豚骨醤油。ラーメンになっちゃったよ。調味料からラーメンに変わっちゃったよ。なんだかんだいつも和道が折れてそうだけどな。うん、だけど俺初めてのんちゃんに怒鳴っちゃったの、さすがに。今回初めてなんだよ、のんちゃんに怒鳴ったの。もう出てってっつって、ここ僕ん家だぞっつって。うん、いやだからもう最後にするけど、のんちゃんにフェラしてっつってフェラしてくんなくて、のんちゃんが機嫌悪くなって、でイライラして、もう俺ん家だから家でイライラしないでっつって、ピリピリしてるからっつって、でピリピリするのは出てってっつって、そしたら出てくるって言って、そっから連絡取れない。もう終わりだね。うん、怒鳴りたいくなるぐらい我慢した。まあまあ、怒鳴られんのみんな嫌でしょ。うん、彼氏がエッチしてくれなくて出て引けって言ったことある。かっけえ。うん、いや、それは切れるっしょ。まあまあまあ、わかんないけどね。もう今日連絡なかったら俺は別れたっていう。別れたっていうふうに見なしますよ。初見さんいらっしゃい。うん、しょうがないよ。したくなかったのは別にいいの。俺の中では別に Please give me フェラティオって言っても No って言われたら別にそれでいいの。 No thank you って言ってくれればいいから、 Yes って言うから、その機嫌が悪くなるのが嫌なの。機嫌の悪い人を隣に置いておきたくないのよ。そっちに切れたの俺は。だからフェラはいらないん。フェラは打足だったんだよ。なんでフェラしてくれなかったのか理解してますか。めんどくさいんでしょ多分。めんどくさいんだと思う。
多分問題はフェラじゃないと思う。それだけ求められたら嫌がられる。なんでフェラシーって言ったらダメなの？俺が悪いの？ホビットさん。のんちゃんだけ機嫌悪くなったの？和道さん、俺はイライラしてたよ。だから最近ずっとイライラしてるから。うん。だから俺もイライラしてるのは、悪いなとは思うけど。知らないよ。彼女の具合が悪いとかそんな知ったことない。俺はフェラしてほしいからフェラしてって言っただけだよ。そんな彼女の都合なんか知らないよ。うん。キムチ味。あ、そっか。日本人にハマってるからね。うん。その話を聞いて、のんちゃんの気持ちちょっと理解できた。え、どういうこと、どういうこと、マリンさん教えて。具合が悪い。いや、違う。だから、フェラが嫌なのは別に嫌なら嫌でいいの。機嫌が悪くなるのが嫌なの。じゃあ俺の話わかるでしょ。別にフェラーをしたくないんだったらしたくないでいいの。機嫌が悪くなるって嫌なの。うん。別にしたくなきゃしたくないでいいじゃん。うん。なんだよ。のりこ擁護派が増えてきたな。敵か？お前ら日本人のリスナーだろ。日本人組合来たろ。日本人組合。なんだ、戦うのか、レスバトルすんのか、俺と。俺は強いぞ。ニコ生出身だから、叩かれ慣れてるからな。うん、キムチ塗るしかないのかな。まいったな。終わりかな。うん、あ、俺擁護派、ありがとう、ナナミ。未練はないのん。語尾のんつけるのやめてくんない、うん、配信用の肉さんいらっしゃい、うん、いや別に終わったら終わったでいいんだけど、連絡取れないのはちょっとないなくない、うん、今でも好きですか。まあ好きですよ、はい、うん、まあ終わったら終わったで別にいいのよ、うん。のんちゃんがいないと和道さんの配信寂しい。そうだね、うん、キャラクターになってるからね、もうね。リスナーさんものんちゃん見れなくなったら悲しくなるよね、うん、いや俺から連絡したら負けだと思ってる、うん、それさっきも話したんだけど、俺から連絡もう一回18日に送ってるから、18に送って既読無視、19、20でしょ。でもう今日の3日で猶予だよ。後悔だから語尾のんつけるのやめて。本当に後悔してないのって、うん、負けなさい、やだよ、うん、やだよ、天野ちゃん、うん、惚れたもん負け。あ、まあまあ負けかどうか分かんないけど、別に いいんだよ、別に別れるんだったら別れるでいいよ、別に一人でやってくから。それだったら一人でやってくから。その程度なのん。あとさ、語尾にのんつけるの本当にやめてくんない？ココイロさんも、うん、強がりじゃないもん、強がりじゃないもん、もっといい女できるのん。こいつら本当に悪ノリ始まったよ、悪ノリが始まったよ、和道リスナーの、うん、はい、和道通亀尾さんいらっしゃい。あ、悪ノリが来た。便乗配信者来たよ、便乗配信者。おはよう。おはようございます。おはようございます。俺なら3年は待つね。始まったよ、のりこロボは。あれは優秀だから。いや優秀だよ、だからいいよ、戻ってくるまでほっといてやれよ。いや俺は戻ってくるよ。いやもう小手半変えておちょこ和道になったから、器がおちょこ並み小さい男になったから、もう3日しか待てない。ちっちゃい男だな、ほっとけ、戻ってくるよ。いや俺はそういうとこあっから、どれさん。和道博士が作ったんだから、あのロボは戻ってくるよ。でもだって全ての方向が、うん、和道こっち見てっていう日本人のとこでハート投げたり、
ね、うん、もうちょっと少しぐらいお前ロボにも置いともあげろよお前。ダメだよ日本人とか。なんで日本人とかにハート投げる女はもう壊れたロボットなんだって。壊れたんだよもうロボット。日本人はいいけど、うん、何から何までのんちゃんにのんちゃんロボにやらしてんだろ。何から何までって何、そんな俺だってやってるよいろいろ。俺だっていろいろやってるよドルさん。何何え何って言われたら分かんないけどやってねえじゃねえかお前変だもん。プラスチック、プラスチック削ってお前ダメになったらのんちゃん直してよとかドラえもんみたいに使ってんじゃないかも。運転ものんちゃんだしよ。え？まあね、うん、いやでもそれだけじゃん、まあ、それだけだ。普通みんな結構短いのね。連絡取れなくなって5日でもそれで公式にバイバイなのみんな。いや俺は3日だよ正直。意外だった女の人の意見が。そうだよ5日とか言ってる人。そうだってさ、恋人がさ、3日連絡取れなくなったらさ、それはもう終わりでしょ。いやでも、日本人の枠で、チャングクの誓い投げてんだから、いやだから連絡ないわけじゃない。裏切り者でしょ、裏切り者。連絡ないでしょ、そんな。勝手に、勝手に日本人の枠に見てんだから、もう。いや、1年ぐらい、リタイアの日本を1年ぐらい待つんだよ。1年も待てないよ。待てないよ、1年も。今度帰ってきたら、無理無理、またチューニングちゃんとやって、なプロトコル変えちゃえば大丈夫だよ、ロボだから。洗脳すんの洗脳っつうか、ロボだから、あれは、うんうん。今日もこれ見てて、うん、和道さんから謝ってくんないかな、和道さんからね、から先に LINE くんないかなと思ってんの。いや、だからもうそれが浅はかなんだって。もうね、要はね、要は俺に謝らせて、リスナーの同情を引こうとしてる根性が嫌いなの、俺は。そうやって、味方をつけていく。あのお前のつまんないフットサルあっても4時間寒い中で待ってんだから。いや車の中でタバコ吸ってたじゃんあいつ。いいじゃんそんなの運転してきてくれんだから、うん、なんかスーパースターと付き合えるんだから運転ぐらいするでしょ、うん、まあ、それはそうかもしれない。あちょっとそんな話じゃなかった、うん、何今日原田さんに、うん、まあこれを機会にね、うん、まあ、波動場ビジターで時々行くんだと思うんだよ、うん、また練習配信とかあってさ、うん、まあ捨て頃非捨て頃関係ないんだけど、うん、和道はほら差し当たって6月に試合だから、うん、まあまあ1回2000円ぐらいで通うことになると思うんだよ、うんうん、月1回でもいいけど、うん、だから和道なんか頭いいんだから、うん、その漠然と漫然とものを聞くんじゃなくて、うん、その例えば、うん、肩が上がってるよとか、フックの時肘が上がりきってないよっていう時に、うんうん、こう具体的な質問も配信そっちのけでいろいろ聞いた方がいいと思う。あだから今日は配信者和道じゃなくてファイター和道として、うんうんうん、ボクサー和道としていくから、うん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 、まあ、やっぱり疑問点を先にまとめといてその場で思いついてね、うんうん、あれもこれもっていうんじゃなくて、うん、事前にこう例えば俺にも言ってたじゃん、フックのダブルが打てないって、うん、それなぜなんだろうっていうことをね、うん、俺の答えと原さんの答えはやっぱり違うから、うん、まあこういう機会にいっぱい技術的なこと聞いといた方がいいよ。それがね、ドレさん、うん、ダブル打てるようになったんだよ。ドレさんの言う通りもう左ばっかりやってたの、うん、まあ、そうだけど多分ドレさんの視界には多分映らないよ、多分2発目はボディ打たれたと思ったらもう顎にあるから。そんな簡単にねできるようになんないし、だから原さんにミットでやってもらって、うん、あいいよこれ使えるよって言われたら使えるんだろうし、うん、こうした方がいいよって言われたら、うん、そうした方がいいんだよ、うんうんうん、おわざすげえ人来たぞ。原田さんもすげえけど、うん、いやタイトルでしょ。ボクシングの東洋太平洋、うん、2階級チャンピオンで元世界ランカーっていうのが始めたと。え、誰が？ああ、あれでしょ？あの体幹トレーニングやってる人でしょ？そう、日高さん。俺その人に会いに行くけど、早稲田だから、うん。あ、そうなんだ、うん。うん。あの人最近よくやってるね。多分原田さんインスパイアだと思うんだけど、影響されたんですか？まあ多分ね、うん。で、でもキャリアすごいよ。元世界ランカーだよ、ボクシング。そうだよね、OBBF、ね、団体わかんないけど。うん、いや2階級ってとんでもないことだよ、うん、だ多分世界挑戦もしてんだよ。コンテンダーだったから、う
もう40歳だからね、多分現役退かれてるけど、うん、とんでもないよね。え、ボクサーなのかな。間違ってもボクシング強いですかもう言えなくなったな。うん、本当だよね。ドレさんのキャラ取られてるよ。もうドレさんに居場所ないよ、うん、配信会に。もうだからないね、色黒変態おじさんになるしかないんだよ。うん、だからその人にももちろん挑戦とかで習いに行く程度だけど行くよ。うん、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 行く？行くっつったってドレさん捨て頃出ないじゃん。なんでそんな誰よりも練習してんの。どうしたの。だってマハ祭り出るかもしれないから。何決まったの。それは確定ではないでしょ。決まってない。決まってない、 ってないけど、うん、まあまあそういう話が、ね、逆に決まってない話を出すわけがないでしょだって、うん、原田さんってマハ道場で決定権結構ある人なんだよ。いやそれさ、ドレさんが寝てる時に夢で見たのをさまた間違えてさあこれ本当なんだって、そういう。でも憂いあれば、うん、準備あれば憂いなしで、うん、別にその時期になって選ばれなかったよって言ったら、うん、あっそうでよくない。うん、まあ確かに、その何もモチベーションがないのと秋にもしかしたと思えば、うん、むちゃくちゃ上げてるから、うんうんうん、だって原さんその無責任なこと言わないって。まあそうだよ、ね、っていうかさドレさんさ、うん、現役何歳までやろうと思ってんの。もう54でしょ。もう今年で秋出たら終わりじゃん。でだよね、もう本当に今年いっぱいだよね、うん、そう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 。だからまあ、うん、別にね、うん、何かに出るから練習するとか修行だからさそれいいんだけど、うんうん、まあ最後にね、うん、プロ興行で終われたらそれは、ね、なるほどなるほど素晴らしいよね。なるほど。だから一応秋に向けて、うん、今年からもう練習内容変えたけど、ね、そっか。じゃあファイタードレさんはもう今年しか見れないんだ。うん、もうちょっと高いレベルでは厳しいだろうね。うん、すごいよな。でも54で現役なんだもんな、よくよく考えたら。現役って俺プロではないけど、うん、いやでもね狂ったように練習してるわけだから。うん、うん、あだから聞きたいことを本当に聞いて、もちろんその他の配信で俺が答えられる範囲ではだけど、それはもうプロに聞いた方がいいに決まってんだから。うん、分かった。今日やっぱ和道でだよ、和道で。いや違うでしょ、原田でいい。だってトムイケは、トムイケは別にほら試合出るわけじゃないから、うん、ぐいぐい前に来ていいと思うよ。おー、いや分かんない。でやっぱりミット持ってもらってどこ悪いかを指摘された時に、うん、それを素直に聞けるかどうか。おー、いや僕こっちの方が硬くてとかって言うと思う。あ、いや俺そんなこと言わないよ。はいはいのタイプで、うん、もう本当、うん、あの疑問に思ってるっていう、フックがうまく打てない、体重が乗らないっていう、そういうの答えるためにコーチがいるわけだから、うん、言った方がいいよ、okay、聞いた方がいいよ。課題を持ち帰れってことね。も持って行ってちゃんと持って帰れよ。そうそうそう、持ち帰れっつうか、うん、多いのがその場でらしいこと聞けば、うん、リスナーさんも、うん、おプロっぽい質問してんなとかじゃなくて、うん、今やってて引っかかることを、うん、例えば左のダブル打ちにくいんだけどなんかコツありませんかってあるはずなのよ、うん、原田さん流のが、うん、あとトレーニングの方法ね、家でもできる、うん、そういうのをいっぱい学んで帰っていくといいよ、うん、君の枠はみんな優しいね。優しいの、うちの甘やかしてる、うん、甘やかしだから、うんうんうん、余裕あるね、朝走ってきてさらに夜行くなんて。いやなんかロードワークのさブログ読んだら、朝走れてボクサーは 朝走って夜の練習は技術練習で、うんうん、分けなさいって、夜走るバカはいないって書いてあって、うんうん、太陽アメちゃんの動画見たけど結構、うん、入ってたね、ワドのパンチがそのガードの中に入ってた。入ってた入ってた。だからあれ振り抜かれてたら多分聞いてたし、うん、ちゃ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 、ワドが当ててたって話。ああ、うん、ちょっと相手のガードをくぐって、うんうん、器用に当ててたから、うん、そうだね。最初ああいうのの成功体験じゃない、つまらなきゃいけない。そうだからね、今日失敗体験持ち帰りたくないなと思って、うん、もちろんガツガツいかないんだけど、ちゃんと練習に集中しようとは思うんだけど、うん、なんか、うん、その心折れないようにと。まあそしたらディフェンスをねやっぱり、うん、あの固めていくとかね、うん、まああとはあの20日の成果、うん、20日間の成果をさ今年入ってからだからリスナーさんに見せたいっていう、そうだね、習ったことを全部出してみるって、うん、それ大事だよ。そう
でもそれが果たして通じるのかどうかそう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 、そこが課題。多分リスナーさんも見たら分かるはずだから、ちゃんとジム通ったの初めてだし、まあ、もっと言ったら配信者が見せなきゃいけないのは、和道がどれぐらいね、努力して、どういうふうに変わったかっていうところを見せなきゃいけないわけ。そうだね。技術的に。結構正念場だと思うよ。そうだね。また今日は。結果いかんによっては、今日から花火変わるかもしれないし。いや、花火はね、いいん頑だ張っけど、頑張る。ありがとね。もうその走ってる余裕あんの、ちょっと寝た方がよくない？いやいや、もう大丈夫よ。ぐっすり寝て。若いね。大丈夫。まあ、乗り転ぼは帰ってくるよ。どうだろうね。帰ってこなかったらまた組み立てればいいんだよ。そうだね。あんなの、オリエンタルで売ってんだから。オリエンタル工業。俺さん工業で。はいよ。じじゃあゃね、ね。はい。どれさんでした。はい、おはよう、みんな。おはようございます。アニーボールさんいらっしゃい。亀田方式は見方によったらかっこ悪いから打たないと。亀田方式って何？あんまり亀田光輝あんま好きじゃなかったから追っかけてなかったんだよね。なんかそのビッグマウスが嫌いとかじゃなくて、ファイトスタイルがあんま好きじゃなかった。俺ボクサーで好きな日本人だったら長谷川穂積さんとかがもうすごい好きで、ファイトスタイル全然自分と違うんだけど。あ、ガードを固めるって意味？亀田さんの試合あんま見たことないかな。内藤大助さんのは見たかな。でも内藤さんがトリッキーすぎてもうびっくりしたんだよね、あれ。あんな誠実そうな、ね、ガチガチのボクシングやりそうな人なのに、こんなに、なんつうの、トリッキーなスタイルなんだと思って、すげえ度肝抜かれたもん。これキャラ逆だったらめちゃめちゃ面白いのにと思って、亀田がこの戦い方で内藤さんが亀田っぽく戦えばいいのにと思って、すげえ面白かったね、あれ。こんなにトリッキーな戦い方なのと思って、面白いよね。ギリギリ勝ったやつかな。どれだったか覚えてないけど、まあ亀田興毅の試合あんまり見たことないですね。亀田一家の戦いは見たことない。好きな畠山さんとか好きかな。畠山さんと、畠山さん特に好きかもしれない。だから運動神経が良くて、目が良くて、俊敏なファイターが好きなんだよね。自分と真逆なタイプ。スパンスパンスパンってこう、リズム感が良くて距離取れて、でもハードパンチも持ってるみたいな。ああいうタイプが好きだね。多分ないものに憧れるんだろうな。俺はもうベッタベタの足使えない、なんか運動神経ないタイプだから。鬼塚さんすごいね。見た見た見た。ちょろっとね、歴代のボクサー全部見てんの、日本のチャンプの。それこそ輪島さんとか、ガッツ石松さんとか、具志堅さんも見てるし、そこに鬼塚さんも見たけど、すごいね。昔のファイターっていうか、やばいね。グローブ小さいし。15ラウンド。あ、鬼塚さんは15ラウンドじゃないか。いや、でもすごかった。日本人はボクシング強いよな。なんでなんだろうね。体系的に恵まれてんのかな。まあ、じゃあいらっしゃい。なんか不思議な感覚だよね。今日はみんな見るの？見る人手挙げで。今日の20日のアメリカ人ドレさんとか、タツヒコとか、トム・ソーヤ池上さんと、俺と原田さんの企画なんだけど、見るの？みんな。なんか数字どうなんだろうと思って。見てくれる人手挙げて。夜のね、8時半から原田さんのふわっちの枠でやります。まあ、相変わらず僕は高画質録画班で行こうと思ってるけど、原田さんっていう人。ビッグマウスね、別に嫌われるとかじゃなくて、なんだろうな。なんか、プロレス感が出るのがすごい嫌で。あ、今知った？じゃあ告知打とうか。ちょっと待ってね。告知するわ。ちょっと待って。今、情報出すから。
待って、みんな。原田さん、まあ多分閲覧8時半になったらナンバーワンになるはずだから、まあ金梅さんとかやってたら金梅さん1位だろうけど、ていうかみんなツイッターフォローして、ツイッターに全部告知打ってるから、あのリスナーさんにちゃんといい情報を届けるから、ツイッター持ってる人はツイッターフォローしてね。これです、ふわっちファイトクラブ、格闘技系配信者集合決と。でまあメンツはこんな感じで、金梅さん、原田さん、アメリカ人、ドレさん、達彦、トム・ソーヤ、池上、原田さん、ワド、うん、でこれであの練習配信をやります。でマッハ道場って桜井マッハ隼人さんが経営してるジムで、あのやります。ふわっちの原田芳樹枠、原田芳樹枠ですね。8時からだって。あれスタート8時からになってるな。俺8時半集合って書いてあったけど、うん、まあまあトップの方に行くと思うから大丈夫だとは思うけど、うん、あごめんなさい、まーちゃん NG ワードです。あの次もし、申し訳ないんだけどその件についてはもうずっと喋ってないんで、何年間も、もしそれでもしつこく振られるようだったら申し訳ないけどブロックします。バイさん大阪にいるんじゃないの、どうなんだろうね、よくわかんない。俺はプロモーターじゃないから真剣かな、どうだろう。閉店して、あ、入れる、あのね、録画をしてくるよ、録画をしてくるから、あのそれ後で解説枠やろうと思ってる、帰ってきたら。あ、じゃあ今日来ないのかな、うん、金梅さん大阪行っちゃってんだ、じゃあ来ないね、間に合わないもんね、あしつこいんでブロックします。ヒートタウンゼントのおかげ、ごめん全然わかんない、それがなんだか。今日戻ってくんのかな、どうなんだろうね、ちょっとわかんないわ俺、その原田さんの企画にバエさんが出るのかどうかは、その辺タッチしてないから。まあ戻ってくるんだったらね、いいと思うし。ビッグマウス嫌われるからとかじゃなくて、なんかそのスポーツマンが好きなんだよね、スポーツマン精神みたいなのがすごい好きで、かっこいいじゃん。でもまあのんちゃんに関しては捨て頃の和道さんのユニフォーム、前回リスナーさんに買ってもらったやつで行こうと思ってるけど、持ってこようか、前回のこれがあるから。これ結構高いんだよ、上下で3万ぐらいすんの、まあ、これでいこうかなと思ってるけど、これダメ？ただね、あのリングシューズがないからスニーカー履いて出ると思う。そうそう、進撃の巨人とかエヴァンゲリオンって呼ばれてる。
昔の名トレーナー。はい、アグリにいらっしゃい。いや、名トレーナーね、わかんないよ、うん。ボクシング好きって言ってもにわかだよ、俺。うん、でも、かっこいいよね、あれ。ね、いいよね、うん。せっかく買ってもらったもんだから。別にトレーナーの名前全部知ってたら強くなるわけじゃないと思ってるから、うん、あれは着こなせないよね普通の人は。ファッションセンスがね、なんかね、子供の頃から独特っていうかね、同級生にすごい笑われてたんだよね。何その服って言われてた。これは別に自分がかっこいいと思ってるのをやってるだけなんだけど、なんでなんだろう。なんかそういう風になっちゃうんだよね。あのね、あれは勝負服だから、あれで練習はしないかな。あれは試合の時だけ着てるとか、気合い入れてる日とか、うん、あのボロボロになっちゃうから練習とか。だから普通に T シャツとジャージでやるよ今日は。そうなんだよね、感性が独特なのかね。なんか特に色盲とかではないんだけど、むしろ色彩感覚は人より強い方なんだけどね。チュロスいらっしゃい。彼女さんと、いや大丈夫じゃないから、もう今日で3日間連絡取れなくなっちゃうから、うん、俺としてはもう今日連絡取れなかったら別れたと思って、まあ過ごそうと思うけど、さすがに3日取れない彼女とか聞いたことないわ。3日連絡取れないとか終わってるでしょ。そうそう、勝負の時だけ。いや待たないよ、気持ち切り替えていきたいもん。練習に身が入らなくなるし、結構あっさりしてる方だから。いや何かに夢中なのか分かんない、それは俺以外のことは分かんないね。いや連絡来たらどうするんですかっていう、で別にどうもしないよ、うん、そうだね、勝負服だからね。ありがとう、ななみ頑張るね。喧嘩、うん、喧嘩っつうか俺が怒鳴っちゃったんだよね。1週間も待てないよ。いやだから待たないっつってんの、待たないっつってんの。和道さんごめん好きって来たらどうするの、どうするのって語尾にのんをつけるのやめてください。うん、いや限界でしょ、うん、好きって言ったら、ああ好きなんだありがとうって、うん、俺のこと好きな人世の中にいっぱいいるんだよねっていう話をするよね。
喧嘩するのはいいけど、無視したり話し合いの席につかないのは論外やな。しゃあない。切り替えていけ。わかったわ、オルフレン。3日っつっても相手の性格によるから、和道しかわからない部分。違う、相手の性格を考慮するんじゃなくて、俺の生き方だから。そう、3日も連絡取れない彼女と今後やっていく自信がない。なんで怒ったの？いや、フェラしてっつってフェラしてくんなくなったで。で、機嫌悪くなったから、出てけっつったの。フェラしてっつったら嫌だって言うから、で機嫌悪くなったから、ここは僕ん家だぞ出てけっつったら、出てくよっつって出てった。怒鳴るでしょ、俺間違ってないでしょ。そしたら3日連絡取れなくなっちゃった。確かに無視とか話し合いできないのは辛い。ひどいでしょ彼女ね。そうでしょ、アーニーボールさん、向こうが悪いでしょ。バガありがとうでしょ。ほらひどいでしょ、完全にひどい。そう、生活はのんちゃん自分でできてるよ。まあいいや、じゃあ機嫌が悪い人と一緒にいたくないのよ。機嫌が悪い人と一緒にいると嫌なの。まあ、俺ちょっと亭主関白なところあるっていうかね、ちょっとやっぱ九州男児っぽいところあるから、そういうとこあったんね。またすぐ戻る、すぐ戻るっつっても、もう今日がタイムリミットだよ。今日がタイムリミット、俺の中では、いやいや帰ってくるも何もないよ。俺は今日帰ってこなかったら彼女とは見ないよ。そう、俺はそばにいる人がパートナーだと思ってるから、ほんのそばにフラフラいなくなってフラフラ帰ってくるような、そういうのはダメでしょ。そんなんダメだよ、そんなんルール違反だよ。俺のことフェラしたい女性は5万といるんだから、世の中に5万といるんだからさ、列に並べって感じでしょ、順番待ちだっつって。メリンコは2つ、ハート2つありがとう。そうだよ、俺の彼女になりたい女性は3桁いるって言われてるからね、順番待ちだよ、最後尾からやり直しだよ。最後尾から、そうだよ、3日も我慢するってすごいすごい器がでかいでしょ。普通だったら3時間で限界だと思うよ、3時間で。俺がもう少し若かったら3時間連絡取れなかったらブチギレてたね、ブチギレてた。3日も待ったんだよ、もう終わりだよ。
俺にはやることいっぱいあるんだよ。世界一のシルバー職人になるっていうこととね、世界一のシルバーブランドを立ち上げるっていう夢とさ、いろいろあるんだもん。いやいや、いや好きだよ、うん、好きだよ、うん、最後尾に並べ、それはね、あのなんて映画だっけな、アメリカンギャングスターっていう映画だね。普通ならその日で終わりで当たり前、3日我慢したんだからすごいよ。でしょ、ナナミ、うん、そう。まあ、のんちゃんも美人だからすぐ彼氏できるでしょ。配信会一の美女って言われてるからね、うん、大丈夫だよ、のんちゃんも彼女すぐできるよ。ただもうはっきり言って暴露枠とかされたら俺は訴えるつもりだから、もし俺の個人情報をのりこが配信をつけて個人情報を暴露するような枠をやったら俺はのりこを訴えます。はい、次会う時は法廷で会おうっていうことになるから、俺はそれくらい怒ってるから許さないよ。ツイッターとかね、配信とかでね、俺の個人情報を暴露することがあったらね、俺はのりこと法廷で会うことになるから、法廷で、うん、すごいよね、ななみんね、うん、ありがとう。我慢の限界ですよ。うん、いい思い出ないのかって、どれくらい、ちょうど1年ぐらいかな、1年と3ヶ月ぐらいかな、1年と3ヶ月ぐらいかな、多分それくらいだと思うよ。1年ちょいだね。去年の10月ぐらいに出会ったつか付き合い始めたような気がする。結構長かったね。結構長いね。俺は去るものは追わないから、俺はそういうところあるよ、そういうところあるでしょ、去るものは追わないから、うん、そばにいる人は大事にするけど去るものは追わない。そうだね、こたつさんいいこと言うね。体調悪かったのかな、わかんない。だから俺と付き合うっていうことは体調管理も必要だっていうことだからね。そんなのりこの体調が悪いとかいいとかじゃなくて、やっぱ本気で付き合ってほしいのね。ベストコンディションで付き合ってもらいたいから、
そうだね、俺の彼女になるっていうのは大変なことだからね。知らないよ、更年期障害のこととか。いや別に年齢は関係ないからね、年齢は関係ないから、別に俺は60でも付き合う自信があるから、60だろうが70だろうが素敵な人と出会いたいからね。若い子はちょっと無理だけど、別に年齢はあれだよ、俺の中では障害になってないよ。そうだね、だからいつも言ってるけど子供はできないんだっつってんの、しつこいな、何回言ったら分かるの、てか腹減ったな、なんか食いたいな。今日って平日？あ、今日土曜日？今日土曜日？土曜か。あ、だからか、この時間でも人が多いのか、土曜日か。なんかね、やけに人多いなと思って。私は若い時は精力も気力も旺盛だったけどね、ほんとムラが出てきたの。いや、じゃあね、アマモちゃんの性欲の話は分かんないけど、アマモちゃんが若い頃性欲が旺盛だったかどうか知らんけど、カツカレーか。外配信はね、今ね Wi-Fi が契約されてないから、じゃあアンケート取ってみるか。のりこと別れるの賛成か反対かでアンケート取ってみようか。アンケート取ります、クイックアンケート、あ、クイックアンケートじゃない、通常アンケート。のりこと、別れるのは賛成か反対か。賛成。アンケート取ろう。反対。はい、アンケート出します。のりこと別れるのは、賛成でしょうか反対でしょうか、回答してください。アンケート機能を使ってください。いや、反対かどうかね、アンケート。要は和道にはのりこが必要だっていう人は反対、和道にのりこなどいらんっていう人は賛成。ちょっとアンケート取ってみよう。 のんちゃんがどれくらい必要な存在なのかね。やっぱりね、コメント書く勢じゃなくてサイレントマジョリティの意見も聞かないといけないから。答えた、何人ぐらい答えるの待とうか。100人ぐらいにしようか。100人答えたら、じゃああれにしよう、開封しよう。今67人。正直のりこはネタとして使えるだけ使ったからもういいでしょう。いや、それはリスナー目線じゃん。ネタとか、ネタとかじゃないから、リアルだから。リアル、のりこと普通に付き合ってたから。ただね、日本人の枠を見てね、ハート投げてるっていうのはね、浮気ですよ俺からしたら。だってさ、俺なんかさ、配信でさ、別に配信見てるわけじゃなくてさ、低燃費とかさ、ちょっと名前言っただけで浮気だって言われて機嫌悪くなんだぜ。で、本人は日本人とかテレチャンピンとか見てるってどういうことだよ。おかしいでしょ。本人はそういうことやっててさ、俺はさ、配信者だから、その、リスナーさんから振られたらさ、別に低燃費と合ってるわけじゃなくて、いや、低燃費の写真が使われてたんだよねって言っただけで浮気だって言われんだよ。そんなおかしいでしょ。ねえ、おかしいよね。そんな配信者なんだから話題にぐらい出すでしょ。コラボとかもあるし。別に俺は女性と積極的にコラボやりたいと思ってるわけじゃなくてさ、ねえ、相手はダメだけど自分はいいっておかしいでしょ。あと16人の回答で開封します。アンケートね、匿名なんで大丈夫ですよ。アンケートは匿名です。あと14人ね。そう、何でもかんでも浮気だ浮気だって言われてたのずっと我慢してたんだよ。その話聞いて、あ、まあまあ、あんこさん、あんころさん知らないもんね。あと8人だね、回答。100人いったら開封します。
や風俗は行かない俺は。風俗は行かない。愛のないセックスはしないって決めてるから、うん、愛のないセックスはしない。俺はだから風俗行かない、うん、いや別に束縛っていうか、その束縛っていうかさ、その彼氏っていうか、俺の仕事は配信者だっていうのを分かってもらいたいよね。花火もらって食ってるわけだから、うん、花火とかね、アイテムもらって食ってってんのにさ、それじゃあダメでしょ。面白い話していかないといけない職業なんだが。あと一人でいいです。結果出します。うわ割れた。賛成 53%、 100人だから53人がのりこと別れるのに賛成で、反対が 47% だ。半々だね。半々だわ。 53% 賛成、 47% 反対だ。僅差だね。これはまあ 50-50 ってことだね。 50-50。 まあ今日連絡なかったら別れるわ、うん、のんちゃんもう死んだの？なんで知ってんの？のんちゃん死んだの？のんちゃんファン多いかんね、うん、いや逆かもしんないよ。のりこのファンは和道みたいな男と別れろって思ってるかもしんないじゃん。だから一概にのんちゃんのファンだから一緒にいてほしいってわけじゃないと思う、うん、あそう、うん、そうそうそう。だからほら、賛成か反対かでのりこのこと好きかどうかっていうのはまた別問題でしょ。のんちゃんのことが好きだからこそこんなクズ男と別れろって意見もあると思うから。死んではないでしょ。じゃあ電話かけてみる？いや俺から電話かけたら負けだと思うけど、やめよう。そういうめめしいのはやめよう。ごめん間違えた。いや今電話かけて白黒つけてやろうかと思ったけど、白黒つけてやろうかと思ったけど、俺から電話したら負けだからこれは、うん、いやもう徹底的に話そう。もうちょかけてこいよ。のりこ見てんだろ、かけてこいよ。いや負けでしょ俺から電話したら。なんか俺が未練があるみたいな感じになってるでしょ。俺がのりこに未練タラタラみたいな。いや俺からかけんの負けじゃない？俺からかけたら違うの？いやだから俺は別れたくないとかじゃないから、むしろあ、何いいよいいよ別にって、いなくな去るものは追わないスタイル、うん、いや白黒はっきりした方がいいでしょ、うん、のんちゃんに言ってんのね。はいはいはい、うん、いやのりこ見てんの？いやプライド、え何かけた方がいい、かけた方がいい、えじゃあ負けとか言わない？俺が負けみたいな空気にならない？ならないんだったらかけてもいいよ。なんか逆に勝ちだよ和道みたいな空気になるんだったら俺はかけてもいいよ。やっぱ好感度下げたくないから。うわ和道女にめめしいみたいな、やさおみたいな感じでいこうか。やさおみたいな感じで言わない？じゃあ電話かけます。ちょっと待ってね。 のりこ、もしもし、もしもし、はい、俺だけど、うん、おはよう。おはよう。終わりなのか？え？終わりなのか？え、だって、うん、帰れって言ったじゃん。俺んちで、ここは俺んちだとか言って。そんなこと言った？うん、お前んちじゃないんだぞとか言って。おお、
いるとイライラするから帰れって言ったじゃん。そんなこと言わないと思うけど。言ったよ。なんでそんなこと言ったの？ そんなこと言う俺。俺でも、ほら、優しいじゃん。そういうこと言わないと思う。だって言ったもん。その日さ、なんかずっとイライラしててさ、なんか、サメちゃんからもらったさ、卵の機械が落ちてさ、そしたらさ、なんか、卵が床に落ちて割れてさ、くさーとか言ってさ、なんだっけ、こんなもん送ってくんじゃねえよとか言ってさ、勝手に送ってきやがって、とか、いらねえっつったんだよ、つってさ、んでさ、なんいかや、もう、俺はポイっそういうてこゴと、ミ箱に捨てちゃっ俺はそういうこと言わないと思うよ。鮫島さん先輩だから、鮫島さんからいただいたものは、ちゃんとするタイプだから、そういうことは配信外で言わないでしょ、のんちゃん。で、イライラしたりさ、あとなんか天井うるせえとか言って、なんかさ、物ガーンとか言ってぶつけたりさ、大きい音出してさ。そしたらなんかさ、パワハラみたいなことしてて、さ、なんか、のんちゃんに圧力かけてたでしょ。圧力 何圧力ってパワハラでしょ、パワハラ。何パワハラって。ん？そうやって脅かしてさ。何を脅かして、何も脅かしてないでしょ、のんちゃんのこと。だって怖いことにさ、そうやってさ、こんなもん食ってくんじゃねえよとか言ってさ、ゴミ箱に捨ててさ、ああとか、なんかさ、落とした時もさ、ああとか言ってさ、なんだよとか言って、こんなもん食ってくんなよとか言って。でも俺のいいところ話してよ、ちょっと。好感度が下がるから、配信中だから、ちょっと、そういうトークは後で話すから、ちょっと好感度上げて、花火上がんないから、これじゃ。花火上がる話して。花火上がる話？あ、じゃあさ、買い物さ、なんか、買い物の夕話飯ね。の買い物してきてくれてさ、夕飯の買い物してきてくれてさ、でさ、のんちゃんこれ作っといて、つって、ポイって。そうじゃなくて、雨の日に俺が、のんちゃん風邪ひくとあれだから買い物してきたって話でしょ？雨の日だった？違くて、なんかそれだと好感度下がるから、いや話作ってもいいから、ちょっと好感度上がる話して。好感度？上がる話？なんか、この間、のんちゃん、増やしてとか言って、で、なんか、これからジムに行くから、今すぐ早くとか言って、もうそんな、さあ、なんか出すだけ出してさあ、なんか出かけちゃうとかさあ、なんかそんな嫌じゃん、のんちゃんだって。なんで嫌なの？じゃあ自分だけすっきりしてさ、とっととさあ、出かけてっちゃうなんてさあ、のんちゃんだって嫌じゃなんで嫌なの？ん。のんちゃん気持ちよくないの？まあ、あと30分しかないとか言って。それでさ、喧嘩の原因になったんじゃん。フェラそれで喧嘩の、ー？そうだよ、フェラーさ、なんかしろとか言ってさ。それが喧嘩の原因になったんじゃん。嫌だって言ってさ、のんちゃんさ、そんなんじゃさ、なんかさ、たださ、道具みたいなさ、もう口がさ、もう、テンガじゃん、それじゃ。のんちゃんの口。のんちゃんの口、テンガ代わりにさ、使ってんじゃん。ことないよ。そんなことあるじゃん。やるよ。あれやん。小手それが。でさ、とっととさ、終わらしてさ、なんかさ、すっきりした気分でさ、なんか、なんだっけ、ジム行きたいとか言ってさ、いやだってほら、ジム行ったらさ、サンドバッグをこう何も
考えず無心で叩く男でいたいから、俺はそのジムに、神聖なジムにこう性欲とかを持ち込みたくないの俺は。なんでさ、僕ささ女に禁止してさ練習してんの。何、もう一回言って。うん、僕ささ女にしないでさ練習とかさ試合に出るの、うん、知らないよそんなの。知らないよそんなの。俺はオナニーしながら、俺はオナニーしてもリングに立つタイプだから。で自分でオナニーしていけばよかったじゃん。いやまあ、そう、あそうですか、うん、じゃあ何、全部俺が悪いの。なんだだって悪いじゃん。俺が全部悪いのか。じゃあ悪いじゃん。なんで悪いの。そんな LINE 既読無視して。既読無視って今起きたんだよ。違うよ、18日送ってるでしょ。無視してないよ、読んだよ。長野に行くっていうやつでしょ。そうだよ、読んだよ。行ってらっしゃいとかあるでしょ、気をつけてとか、え、ご分をとかいろいろあるでしょ。なんで読んだじゃん、いいじゃん、読んだんだ。いやちょっともうあれだわ、あれだ、ちょっと一旦切るわ、うん、たくみさんいます。たくみさん、僕の YouTube 編集してるたくみさんいますか。たくみさんいたら、あの業務連絡です。ここの部分カットしといてください。はい、皆さんはどっちです。YouTube のリスナーにはこれね、カットするわ。好感度が下がる。たくみさんカットで。大丈夫だから。歴史は変わるんだよ。歴史は変わるん。バカありがとう。え、何？じゃあ何？俺が悪いみたいになってんの？ずるくないでしょ？別に。俺が悪くない、ないの。な、俺が悪いの。ハートありがとう、ナナミ。なんで俺チンコをカットしないといけないの。やだよ、うん。いや、アンケートは取らないけど。リベンジポルノでしょ、これ完全に。完全にリベンジポルノでしょ。え、マリン、俺が悪いの？マジで？うん、嘘、俺が悪いの？マジかよ。悪くないから。なんで俺がノリコに謝るの。なんで、なんで、なんで。じゃあ俺鮫島さんに別に悪口なんか言ってないよ、うん、かっこ悪い、マジで。なんでこんな好感度下がったの、うん、クーさんまで俺のこと叩いてるの。早くして口でしては早くは最低。理由はないの？謝んの？いや、謝ったら負けっていう風に教わったよ俺。謝ったら負けだって。うん。俺はやっぱり亭主関白なところあるから、のんちゃんには謝らないでいこうと思う。のりこに謝ったら負けだと思ってる。そのもう今後そう謝り続ける人生になるからでしょ、のりこに。逆に分かった、謝らせるわ、ガツンと言ってやるわ、謝らせるわ、そうしよう。やっぱそういうね、なんかその男らしさみたいな、俺白黒つけるわ、のりこに謝らせるわ、私が悪かったって言わせるわ今から。ちょっと見てて、ガツンと言ってやるわ、うん、ガツンと言ってやるよ、ガツンとね、男らしいところ見せてやるよ、うん、もしもし、何、俺だけど、うん、うん、ちょっとガツンと言ってやる、ちょっと、うん、どこが悪かったと思ってんの、のんちゃんは。自分のこと、今回の件は俺もうあれだよ、今日連絡なかったら別れることになってたんだよ。なんか、うん、もうちょっと話し合おう、
なんちゃんだってさ、もともとさ、ううつ病なのにん。さ、うん。なんか、朝とかもさ、のんちゃんはさ、ワドさんのこと起こさないけどさ、のんちゃんぐっすり寝てるときさ、なんか、ごそ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 さ、起こしてきてさ、何ゴソゴソ起こすって、そんなことしないよ。のんちゃん寝てるときすやすや寝かせてるよ。ええー、起こすじゃん。おかす？え？何？お菓子もあったけど、ほ なんか、ごめん、酒そ飲んれできてさ、なんかさ、いきなりさ、パンツ脱がしてさ、突っ込んできたじゃん。なんで、レープでやる。よし、ガツンと言ってやったわ。ガツンと言ってやったわ。ガツンと言ってやったわ。本当に反省させてやったわ。亭主関白なところ見せてやったわ、本当に。いや、編集点が2つできたね、2つ。なんで？男らしいところあったでしょ、俺も。家族がそばで聞いてた。恥ずかしい。俺の放送はあれだよ。今で聞いたらダメだよ。今で聞く放送じゃなくて、一人部屋で布団の中で聞く放送だから。布団の中で。そうやって嘘をついてね、そうやって、その彼氏の好感度を下げてるわけですよ。営業妨害ですよ、これ。営業妨害。営業妨害だと思いませんか、皆さん。ガツンと言ってやるわ。ガツンと言ってやる。もうこれ最後ね。ほんと謝らせるから、マジで。のりこ。謝らせるわ。もう許さねえわ。もうガッツガツに攻め込むわ。もしもし？もしもし。もしもし？あのね、あなたね、彼氏の職業は何ですか？配信者。配信者はどうやってご飯を食べてる？配信して。だよね。配信してご飯食べてるよね。どうやったらアイテムもらえると思う？アイテムで食べてるわけだから。うまくこじる。うまくこじる。いいね。いいとこ行ってるよ。うまくこじるってことは、好感度が？好感度を上げる。そうだね。そうだよね。好感度上げる。彼氏は？職業は？配信者。配信者はどうやって食べてる？こじる。アイテムをこじるって言わないで。アイテムを？アイテムを。もらう。もらうね。アイテムをもらう。で、アイテムをもらうためには、アイテムをもらうためには、好感度を好感上度げる。上げるよね。そうだよね。なんで好感度下げるの？だってさ、のんちゃんが、そういうふうにさ、いいよ。悪じゃいあ、のじゃあ、に。言いたいこと言ってごらんじゃ。何？俺が悪いって言うの？だってさ、のんちゃんがさ、ちょっとさ、拗ねただけでさ、ここはオレンジだとか言ってさ、んでさ、なんか、もう、イライラするから帰ってっつってさ、で、のんちゃんさ、なんか、満員電車とか乗れないのにさ、なんかさ、ラッシュの電車の中さ、帰ってさ、ぎゅうぎゅう詰めな電車乗ってさ、もう気持ち悪くなりながらさ、帰ってさ、その話のは好感度は？好感度は？好感度は今の下がる話下がる。下がるね、下がるね。そうすると彼氏の職業は？
配信者。うん、配信者はアイテムをこじる。こじるじゃないの、じゃあもう一回。もう一回ね。配信者、彼氏の職業は？配信うん、者。配信者はアイテムをもらもう。らうね。アイテムをもらうね。アイテムをもらうためには好感度を？あげうる。ん、のんちゃんがやってるのは好感度は？だってそう、うん、正直うん。なさ、話してるだけじゃん。そうだね。嘘つかない。和う田さんだってさ、みんなん。嘘つかないってさ、いつも言ってるじゃん。だから、のんちゃんだって嘘つかないもん。いや、だってそんなのりこの一方的なさ、これリベンジポルノだよ、のんちゃん、これ。本当に。なんで？そんな、好感度を下げてるから。好感度上がる話で、じゃあ。1年3ヶ月付き合ってきたわけでしょ？のりこ。1年と3ヶ月付き合ってるわけだから、ね？ 1 年と3ヶ月。いろんな歴史があるわけ。それはいいところも悪いところもある。でも、のんちゃんは、好感度を下がる話ばっかりを選んでやってるから、ちょっとジュース買ってくるわ。コーヒー買ってくるから、好感度上がる話して。ちょっと、1分ぐらい、外外せよ。コーヒー買ってくる。コーヒーがないとこの話できない。はい、じゃあどうぞ。なんか、のんちゃんいつも、なんか、一週間ぐらい、なんかために貯めた洗濯物を、コインランドリーまで行って、それで、洗濯させられて、それでその後、料理とかも全部させられて、ご飯炊いて、あと、料理作っても、なんか洗い物もしてくれないし、なんか風呂は全部、風呂に入れてよって言って、頭から足先まで洗わせられて、で、買い物も、のんちゃん、具合悪いから行きたくないって言っても、無理やり買い物一緒になんか連れてかれて、で、ゴミの日は、のんちゃんがゴミ出ししたりしてるんだよ。それなのに、なんか、それが当たり前みたいな感じで、で、洗濯、さあ、のんちゃんがしたんだよって言ったらさ、そんなん勝手にしたんだろうって言ってさ、なんかのんちゃんがさ、そう、なんか、のんちゃんがさ、全部さ、やってんのにさ、ありがとうとかも言ってくんないでさ、全部さ、勝手にやったんだろうとか言ってさ、全然さ、ありがとうとかもさ、言ってくれないんだよ。で、和道さんがさ、たまにさ、なんか作ってくれるんだけどさ、その後さ、なんだっけ、洗濯、あ、違う、洗い物がもうさ、皿とかいっぱいになっちゃっててさ、そしてさ、なんか、結局洗うのはさ、のんちゃんなの。もうなんかさ、ほんとさ、もうお風呂さ、もうのんちゃんさ、お風呂入るの嫌いなんだけどさ、なんかもう無理やりさ、なんかお風呂さ、入れてとか言ってさ、洗ってとか言ってさ、背中もっと洗ってとかでさ、なんかそういうふうに言うからさ、うん？好感度上がった？好感度上がった。上がった？上がった。アイテム飛んだ？飛ばない。好感度上がってないからだよね、それは。なんで好感度上げなかったの？
だってそんなさ、なんちゃん配信者じゃないからさ、どうやったらさ、アイテム飛ぶかなんてわかんないじゃん。だから俺の好感度が上がったらアイテム飛ぶでしょ？ほら、みんな上がったっつってるよ。好感度。何の話したの？俺がクリスマスプレゼント買った話？去年の。去年っつうか、この前のクリスマスにプレゼント買った話で好感度上げたの？何で好感度上げたの？クリスマスプレゼント何だったっけ？コート。去年だよ。それはほら、おととしのでしょ。去年？おととしにコート買ってあげたんじゃん。クリスマスプレ去年家で引きこもってただけじゃん。ゼ。え？家で引きこもってただけじゃん、去年。そうか。何の話してたの？お父さんが料理作ってくれたって話。ああ、美味しいでしょ？俺の料理。でしょ？やさおじゃない？彼氏が料理を作ってあげるって。なかなかいないと思うよ。彼氏が手料理を彼女に振る舞うっていうのはなかなかいないと思うよ。じゃないの？幸せだと思わないの？そんな俺と入れるっていうのが。謝って。なんでのんちゃんが謝る何、のんちゃんが謝るのって。やっぱりほら、俺が悪いみたいにならないようにするために、謝って。いや、謝れって言ってるよ、リスナーも。のりこ謝れって。の？そんなこと言ってないよ。言ってるよ。のりこが悪いって言ってるよ。じゃあ何？じゃあちゃんと聞くよ。俺がいる前で俺がどんなにかっこいい男か言ってあげて、リスナーに。俺がどんなに素晴らしい男か。じゃあいいよ。なんでも好きな悪いことでも言えばいいじゃん、じゃあ。悪いことで悪いも。ことでもいいな。いいよ。何でもいいよ。もう、リスナーに全部聞いてもらって、リスナーに判断してもらおう、じゃあ。どっちが悪いか。どっちがのん悪い。ちゃんがでさ、も受け入れてこうよ。さ、洗濯さ、して、山のような洗濯をさ、コインランドリーまでしに行ってさ、したらさ、のんちゃんやさ、のんちゃんが洗濯してたんだよって言ったらさ、前にさ、そんなのお前が勝手にしたんだろうとか言ってさ、そういうふうに言われたん。何？のんちゃんは毎日俺の洗濯物してるじゃん。で、そしたら何て言ったの、俺は。お前が勝手にしてるんだろうって言われた。誰が言ったの、そんなひどいこと。それ俺注意するよ。誰が言ったの、そんなこと。和藤さん。俺そんなこと言わないよ。いた。いつ？いつ？そんなひどいこと言わないよ。ほら言えないじゃん。ほら言えない。何あと。あとさ、料理とかさ、作ってもさ、後片付けしてくれないしさ。誰が？和道さ後片付けをしないだと？ん。そんな日もあるよな。そんな日もあるよな。疲れてる時とかな。やっぱり疲れてない方がやるべきだよな。ちょっと待って、リスナーがね、あと日本人の枠で、のりこいつもいるよって言うけど、どうなってんの、それ。そんないつもいないよ。日本人にはまってるっていう情報、垂れ込みが来てんだよ、こっちは。
ちょっと見てるだけだよ。なんで日本人見てんの？うん、かわいいから。かわいい？日本人が？うん。なんだそれ、おかしいだろう。日本人がかわいいってどういうことだよ。かわいいじゃん。何かわいいって、かわいくないだろあんなの。かわいい。本当にしょうもない。テルチャンピンも見てるだろお前。テルチャンピン見てる。お前 TCP だろ本当は。和道旅団じゃなくて TCP なんだろ本当は。隠れ TCP だろお前。なんで見ちゃいけないの。いいじゃん見ちゃって。 TCP だ。じゃあ俺もこ、じゃあ俺もコトカの枠見るよ。いいの、コトカの枠見て。うん、見てるじゃん。見てないよ。コトカの枠のヘビーリスナーになっていいの俺が。いいの。そっちが TCP な、こっちはコトカだよ。じゃあもう見ればいいじゃん、そんなみたいになったら。いや別に見たくないけど。低燃費とか見るよ。うん、見ればいいじゃん。やってないけど。やってないの低燃費って。もう死んだんじゃん。死んだの。うん、そっか。じゃあ謝って、もうのんちゃんが全部悪いってことで。だから全部悪くないじゃん。なになになん、どこが俺が悪いの。リスナーみんなのんちゃんの方が悪いっつってるよ。じゃあさ、お風呂だってさ、うん、体全部洗ってっつってさ、うん、最初背中だけ洗ってっつってさ、うん、なんか騙されてさ、うん、結局全部洗わされてるじゃん。違う、あれはね、本当のことを知らないから。そういう俺の優しさに気づいてないの、のんちゃんは。のんちゃんが本当の優しさ。のんちゃんお風呂何日に1回入る？うん、2日に1回。いや3日に1回だよね。あ、モンスト始まっちゃった。モンストが始まった？何モンストが始まったって。何の話をしてんの？何モンストが始まったって。おい！おい！モンストがね、勝手に起動しちゃったの。なんでモンストやってんだよ、お前。大事な話してんの。よ。勝手に起動しちゃったなってば。モンスターストライク、お前もモンスターストライクとチャングムの誓いと日本人しかやってねえだろ毎日なあ。こっち今度は俺のターンだよ。毎日毎日この1年間モンスターストライクとチャングムの誓いとお前 TCP だの日本人しかやってねえじゃねえかよ。ああこの野郎。なんでいけないの。いやまあいいけど別に。なんでそれ俺が悪いみたいになってんのよ。俺別に注意してねえだろ。で、そうじゃねえよ。風呂に3日も入らない彼女どう思う？風呂に。だから、のんちゃんがお風呂好きになるように一緒に入るっていう作戦なんだよ、あれは。俺の優しさなんだよ。でもなんか自分だけさ、うん。洗わせてさ、うん。とっとで出るじゃん。え？頭からさ、うん、足の指までさ、うん、全部洗わせてさ、うん、はい、もう飲んじゃいいよって感じでさ。何？はい、はい、何？もう飲んじゃいいよって感じでさ、シャワージャーってかけて終わりじゃん、飲んじゃん。そうか。そういうこともあったね。何？じゃあ、もう来ないの？俺の家。じゃあ。もうなんちゃん、なんか鬱がひどくなっちゃったの。うん、そっか、鬱ひどくなっちゃったのか。そっか。そんなさ、だってさ、うん、もうここは俺ん家だとか言ってさ、うん、前はさ、みんなさ、うん、社会子もさ、うん、家族だよねとか言ってさ、うん、そういうふうに言っててくれたのにさ、うん、急
急にさ、ここは俺んちだからとか言ってさ、ここはお前んちじゃねえんだよとか言ってさ、イライラするから帰ってとか言って、帰れっつって。でさ、満員電車にさ、乗ったりさ、もうさ、うつになるよ。もともとうつなのにさ、もうひどくなった。病院行ってきたの。病院行ってきたの。そうだよ。先生に何て言ったの？先生に何て言っん？たの？病院の先生に。まあ、あのさ、なんか、うつがひどくなってきたからさ、なんかさ、頓服のさ、薬くださいって言ってさ、眠れないからって言ってさ、他のさ、睡眠薬にしてもらったりしたんだよ。そっか。じゃあ全部俺が悪いんだ。全部悪いの。なるほどね。ごめんなさいわ。そういう考え方か、お前は。そういう目で俺のことを見てたのか。そういう目で。そういう目でってさ、だってよ、いや、だって本当冷静のにこ考と。えて今の全部聞いてもリスナーは、いや、当たり前じゃんみたいな顔してるよ。いや、彼女がやることでしょみたいなこと言ってるよ、リスナーは。そんなの彼女、女の務めでしょみたいなノリだよ、うちのリスナーは。うちのリスナーは騙されたりしないから。じゃあさ、もんちゃんさ、あんべそういうふうに言われるとさ、そういうふうに言われると、入院したくなってきた。入院したくなってきた。 のんちゃん入院すんの？入院しようかな。入院すんの？え、そしたら俺どうすんの？俺のことほったらかして入院すんの？だって別れようと思ってたんでしょ？いや、今日連絡なかったら別れるつもりだったよ、俺は。だって今日3日間も放置されたんだよ、彼女に。ひどくない？放置されるよ。だってさ、のんちゃんだってさ、病気ひどくなってやったからさ、安静にしなきゃいけないしさ。まあ、100歩譲って、トントンだな、これは。100歩譲って、トントンだな。そうだと思うでしじゃ、ょ。トントンだったらさ、100歩譲っ謝てっね。て。100歩譲って、まあ、俺も、鬼じゃないから。でも、先に謝ってほしいかな。のんちゃんが悪かったことは？のんちゃんが悪かったところはそうだな。いっぱいあるよね。どんなところ？お風呂入らないのはダメだと思うよ。お風呂に入ります。ごめんなさいって言って。お風呂に入ります。ごめんなさい。行こう。じゃあ、待ってるよ。お疲れ。謝んないなんの？で俺が他悪い？のなこんでと俺は。が悪いところあんだよ。今話ついたじゃねえかよ。なんだよ、まだ続けんのかよ。だってな、悪いと今後はころをのんちゃさ。んが、今後はのんちゃんがお風呂入るっていうことで、お風呂入るか入らないかっていう話だったじゃん。だ、のんちゃそうん、なの？そうだよ。ずっと。のんちゃんが今後毎日お風呂入るっていうことで話はついたから。たった今。じゃあそれでいいよ。
わかった。じゃあまた遊びおいで。あ、いつ来んの？なんか薬飲んじゃってるから、ちょっとあんまり、まだちょっと外出れない。あ、そうなの。わかった。いいよ。はい。ということでね、彼女がお風呂入らない問題解決しました。彼女はね、これからお風呂に入ってくれるそうです。はい。よかったよかった。いや、解決したわ。ずっと悩んでたんだよね。ずっと悩んでた。DV なんかしてないですよ、僕。彼女ももうお風呂入るって謝って許してあげて。もう。許してあげて。許してあげよう。のりこ悪い子じゃないから。よかった。本当によかった。洗脳なんかしてないよ。許した？ありがとう。人として引く？やだ。プライドが許さない。やっぱり。謝ったら負けだから。謝ったら負けだから。いや、YouTube カットなしバージョン作らないでください。やめてください。最低かな。最低？なんで？なんで俺の好感度こんなに下がったの？やっぱり、ほら、彼氏が配信者だから、やっぱ誤解は解かないといけないわけじゃん。誤解は。ハートありがとう、ナナミン。アイテムありがとう。闇が深い。モラハラなの？なんでこれがモラハラなの？だってさ、自分の彼女が3日間さ、お風呂入らなかったら心配しない？ 365 日あって3、100日ぐらいしかお風呂入らないんだよ。闇が深いでしょ。やっぱり彼女は清潔にいてもらいたいから。彼女は。鬱だからしょうがない。だって最近あれだよ、のんちゃん一緒に寝るとおっさんの匂いするんだよ、頭から。俺の隣にいる彼女が頭に匂い嗅ぐとおっさんの匂いがするんだよ。マジで。加齢臭がするんだよ。ダメでしょ。それは。いろいろダメでしょ。いや、俺体拭いてあげてもいいよ。いや、さすがにちょっとなって思うでしょ。彼女からおっさんの匂いしたら。いや、洗うよ、全然。俺は全然洗うよ。それはいかんでしょう、やっぱり。正常な判断できない人を騙してるみたい。さすがにかわいそう。ひどくない？その言い方。なんでさ、その俺とのんちゃんの恋愛に対してさ、口を挟むのよ。ねえ。やめて、そういう言い方。セルフネグレストって何？おでんさんいらっしゃい。セルフネグレストがわかんない。してもらうばかりでって、じゃあさ、マイケル・ジャクソンはさ、自分で体洗いますか？トベッチさん。マイケル・ジャクソンは自分で体洗わないでしょ？でしょ？でしょ？いや、言ってるよ。そろそろお風呂入んないとダメだよって。ななみんありがとう。風船ありがとう、たかしさん。奴隷、ひどい。奴隷だなんて思ったことないよ、俺のんちゃんのこと。そんなひどいこと言ってないよ。奴隷だと思ってたの、みんなは、のんちゃんのこと。こんなやさおいないよ。
ヤサオ。やだな、なんかすげえ好感度下がった。絡んで損した。何何、じゃあのりことワドどっちが悪いのか白黒つけようよ。じゃあのりこが、のりこが悪いのかアンケート取るよ。どっちが悪い、どっちが悪い、どっちが悪い。はい、のりこと。いやこれさすがに擁護派多いと思うよ。はい、アンケートします。アンケートします。どっちが悪いと思いますか、和道かのりこか書いてください。いや男らしさは伝わったと思うよ。逆になんかわー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 騒いでるっていうことは、逆にコメント書いてない人は和道さん素敵、男らしいって思ってる女性も多いし、やっぱり男の中の男リスナーは和道男らしいところあるなっていう、一歩も引かねえなみたいな、うん、そういうところあると思うよ、うん、即答。じゃあ開封します。100人いたので開封します。はい、終了します。ドン。え、俺が悪いの？9割俺が悪いの？マジかよ。いや、じゃあ分かったよ。じゃあ何をすればいい、何をしたらいいの、のりこに。分かったよ。じゃあ償いをするよ。何をしたら許してくれんの、リスナーさんも。分かったよ。9割がさすがに和道悪いって言うんだったら反省するわ。俺にも少し悪いところあった。うん、うん、いや暗記は絶対だから。何をしたらいい、お別れをすんの、別れるの、のんちゃんと。のりこと別れたらじゃあみそぎになるの。じゃあのりこを洗えばいい。どうすればいいの、どうやってけじめつければいいの。分かったよ。じゃあ俺が悪かったよ、うん、一個だけにしよう、一個だけに解放してあげろ。うん、のんちゃんの鬱に理解を示して。俺だって鬱だよ。のんちゃんだけが鬱だと思ったら大間違いだよ。のりこに土下座、うん、家事を半分やる、ね、どうすればいいんだろう。どうすればいい。辰彦と今日ガチスパー。あ、今日原田さんっていう格闘家マッハジムで、あの辰彦、ドレさん、トム・ソーヤ、池上、俺、アメリカ人、原田さんで、あの練習してくるんで、もしよかったら原田さんの枠見てください、うん、自分のことは自分でやる、うん、のりこさんにカラオケのリモコンとビール瓶で殴られる。頭ばっかり割れるじゃん。性格を直す。じゃあなんか決めよう、うん、内容決めよう。どうやってみそぎにするか。のんちゃんを話し飼いにすんの、うんうん、坊主はダメでしょ。坊主で済む問題じゃないよ。坊主で済む問題では。でのんちゃんに電話で謝ったらいいの。何をしたらいいんだろう。ひげは水、のんちゃんがひげ好きなんだよね。ひげ剃らないでっていう。天下を買う。病気悪化してるか、病気悪化してるか。じゃあ分かった。のりこのお願い聞く。いいね。アンコロさんの案どう？のんちゃんが一個だけお願いをすると。で、俺がそれを叶えてあげるっていうのどう？どう？のんちゃんがどんなお願い事もしていいと。で、一個だけそれを約束守るっていうのにみそぎっていうことでどうですか？これもうのんちゃんが被害者だから、のんちゃんに解決してもらうということはどう？これいいアイディアじゃん？アンコロさんの。のんちゃんのお願い事一つ聞いてあげたらって。それにしようか。じゃあのんちゃんの願いを聞くわ。じゃあちょっと電話するわ、最後の電話するわ、うん、やるわ。
それでいい？みんな。リスナーさんはそれで納得する？のんちゃんが決める。のんちゃんのお願い事を一個叶える。それでいいですか？ OK？ うん。もしもし？もしもし？なんかね、なんかリスナーは俺が悪いって9割言ってるんだよ。うん。うん。まあまあ、そうだったのかと。客観的な視点を忘れない男だから、俺は。うん。うん。そういうところあるでしょ、のんちゃん、俺。うん。やっぱりリスナー目線も大事にしてるし、やっぱりそう、うん、社会性を持ってる男なの、俺は。うん。そういうところあるじゃん。うん。で、あの決めた要はじゃあ、うん、もう分かったと。俺にも悪いところ、のりこにも悪いところがあったけど、俺にもまあ悪いところがあったと、うん、うん、ということはやっぱりのりこにみそぎをしないといけないと、うん、うん、だからのんちゃんのお願い事を一個だけ、どんなお願い事でも一個だけ聞くっていうので手を打とう、うん、うん、だからのんちゃんのどんな無茶ぶりでも、どんな些細なことでも何でも一個だけお願い事を聞いてあげるよ、俺が。優しいだろ、うん、うんうん、こんな優しい彼氏いる？世の中に、うん、いないよね、うん、うん、優しい彼氏いないよね、こんなに、うん、うん、じゃあ何、なんか決めて、一個一個、うん、一個何でもいいよ、うん、何でもいいよ、今からやってあげるから、今からっていうかまあ何でもいいよ、うん、うん、いびきがひどいのはいびき無理だから、いびきがひどい、うん、夜寝れなくなっちゃうんだけど、うん、でも、うん、それはなんか病気だからしょうがない。うん、しょうがないね、うん、うん、じゃあお風呂は、うん、自分で入ってください。それは無理、それは無理。え？それは無理。なんで？なんでっていうか、その体は洗ってもらいたい、やっぱりそれは無理、お風呂を自分で入るのは無理、それは無理、ごめん、だって願い事聞いてくれる、うん、いやいやいや、だからその許容範囲を超えてる、許容範囲を、さすがにリスナーもそれはないって言ってる、さすがに、いやそれはさすがに言い過ぎじゃないみたいな空気だから、それは無理。じゃあ俺今後どうやってお風呂入ったら、誰が洗うの俺の体。自分で洗えるでしょ。気持ちよくないじゃん。じゃあ何、俺は一生何、自分で自分の体洗わないといけないの。だってみんなさ、うんうん、そうしてるでしょ。いやいや、みんなそうしてるとかみんなとか知らないから、みんなとかじゃなくて、俺は今後この先一生自分の体を自分で洗い続けないといけないの。そんなことある？それは無理でしょ。じゃあさ、うん、じゃあ何、専属の、じゃあ専属の体洗う人見つけていい？じゃあ、じゃあ100歩譲って、自分で体洗うっていう縛りがきつすぎるから、体洗う人を見つける、俺リスナーさんの中で専属の、うん、じゃあそうして、はい、うん、そうする、わかった、これでじゃあみそぎね、うん、オッケー、うん、うん、オッケー、じゃあ体洗う人見つけるわ、うん、うん、ありがとう、よしよし、はいはい、今回の件これで終わりです。告知です、皆さん、僕の体を洗いたい、リスナーさん募集します、よろしくお願いします。Twitter の DM、LINE などで、連絡ください。 LINE はね、ふわっちのプロフィールページに書いてあるので、よろしくお願いします。そうしよう。そう、のんちゃんは俺の体洗うの嫌だったんだって、うん、だから他の人にやってもらうから、うん、そうしよう、うん、いや解決したでしょ、うん、やる？クーさん、うん、やる？いや、体、背中、体洗ってもらいたいんだよね俺、うん、よかったよかった、うん、男で、いやまあ男、まあできれば女性がいいけど、できれば女性がいいけど、うん、
女性に洗ってもらいたいね。彼女募集中じゃないですね。から背中と体を洗ってくれる人募集。男は嫌だよ、ちょっと。韓国式赤すり？裸、まあまあ、できればセクシーな衣装で。できれば、まあまあ、裸じゃなくても、まあ、水着とかでいいですよ。男はちょっとね、デリケートゾーンっつうか、もう全部ですね。全部です。僕の体を洗ってくれるリスナーさん募集してます、今。風俗は行かないかな。でもまあ、不可抗力だからね、立っちゃうかどうかはね、しょうがないよ。ビキニ、すくみずだとなおよしみたいな。まあ、贅沢は言わない。贅沢は言わないけど、スクール水着なんならこっちで用意します。スクール水着用意するんで。あ、昔のタイプね。ここにワッペン貼るタイプで、線がここに入ってるタイプね。昔のスクミズ用意するんで。年齢は問いません。で、性別はできれば女性がいいですね。のんちゃんに風俗嬢させてないよ、俺は。よし、よかった。世界が平和になった。12歳に13発。俺はロリコンじゃないよ。もちろんボランティアですよ。もちろんボランティアスタッフです。金銭的なやり取りはありません。交通費も出ません。体洗ってもらったら立つか？俺全然立たないけどね。母ちゃんでもいいよ。ないかな。ただでしょ。のんちゃんはずっとタダでやってたんだから。のりこの気持ち考えろよ。のんちゃんだってずっとタダでやってんだから。年齢は関係ないね。年齢は関係ない。いや、立つよ。逆に言ったら、アンコロさん、立ったらなんか問題あんの？っていう。立ったらなんか問題あるの？って逆に聞きたいね。おばあちゃんでもいいよ。おばあちゃんに俺の体洗わせたら、それこそ問題になるだろう。そっちの方が問題だろ。なあ。80歳ぐらいのおばあちゃんに、ね、ただでボランティアスタッフだっつって、俺の体洗わせたら、それ社会問題になるわ。ニュースだわ、ニュース。浮気はしない。別に介抱でもいいよ。ひどんなでもいいよ、全然。全然いいよ。ねえ、バブリー和道だから、バブリー和道。虐待だよね。いや、配信、ふわっちはお風呂配信ダメだから。お風呂配信ありなところで、俺が戦隊されてるところを別に映してもいいんじゃん。いいよ、全然。いや、ロハコさんがやってくれるんだ。じゃあ、ロハコさんとお風呂配信やるよ。いや、ひどんの全然いいよ。FC2 アダルトだったらバンにならないから。やる？じゃあ、一回。俺がどんな感じで体洗ってもらってるのかやる？ FC2 アダルトで、こう、体をゴシゴシされてる配信。面白い、それ。ロハコさんとかに体洗ってもらう配信やる？別に石野でもいいし。いいですよ。見たい？じゃあ、やろうか。まあ、募集してね、やるっていう、体洗うっていう人がいたらやりますよ、じゃあ。でも、おっさんが体洗われてるところ見たいの。見たいんだ。じゃあやろうか。じゃあまあ、ひどんなか、ロハコさんか、まあ、解放か誰だかわかんないけど、ただ体洗うだけだよ。ただ体洗うだけだよ。じゃあ、問い合わせが来たらやりますよ、じゃあ。
問い合わせが来たらやるよ。うん、いや、おっさんでもいいし、なんなら複数人で、ひどんなとロハコさんとリスナーさん30人ぐらいで、俺の体みんなでゴシゴシする枠とかでもいいんじゃん。みんなおっさんがスク水着て、スクール水着着て、俺の体をゴシゴシするっていう。それでいいんじゃん。あ、チンコ丸出しは、さ、もうチンコなんかさらされてるから別に今更見たい人なんかいないでしょ。うん、やりましょうじゃん。でも彼氏の体洗いたいのが普通だと思ってたわ俺。彼氏の体洗いたくない？これ女性どうなの？彼氏の体って洗いたくないの？なんだろう、なんかちょっとズレがあったな。ちょっとみんなアイテムちょうだい。アイテム助けて。うん、1500円だって。ちょ、みんなちょっと優しい人アイテムちょうだい。やだ、めんどくさいんだ。洗いたくないんだ。今日は無理。うん、すいません。はい。ハートありがとう、ななみんさん。うん。極寒の森さんいらっしゃい。うん、洗いたくない。いや、愛じゃないの。じゃあ自分のさ、子供とか洗うじゃん。かわいいっつって。あの感覚よ。あの感覚。丸六さんいらっしゃい。赤ちゃん洗いたいじゃん。毎回ではないか。まあ確かに毎回はさすがにやってないよ。うん、でもほら、俺が甘えん坊だと可愛いじゃん。風船ありがとう。好感度落としまくった。マジで。これ以上落ちたら死ぬぞ、俺。うん。これ以上好感度下がったらやってけねえよ、さすがに。ただでさえ低いんだから。赤ちゃんプレイ。ああ、また好感度下がっちゃった。フォロワー増えたかな、うん、フォローしてもらいたいな。彼氏は子供じゃないか。そっか。赤ちゃんは自分でできないから。俺だって自分でできないよ。背中の届かないところとかあるんだよ。こう、ゴシゴシ行きたいじゃん、この辺。うん、この辺を、この肩の、ここ？ここの、ここ。この裏わかる？この辺届かないんだよ。この辺あ、口天下はあって、俺が別にのんちゃんのこと俺が天下って呼んだわけじゃないじゃん。のんちゃんが自分で私は天下じゃないって言ったのよ。俺がのんちゃんのこと天下って呼んだわけじゃないから。雑っていうか、まあ丹念にやってもらいたいな。ちょっと愛情がある感じで、愛情がある感じでやってもらいたい。なんか愛されてるなって思いたいから。俺も人間だから。天下はのんちゃんが言った。私は天下じゃないって。今日何時からだっけ？ 8 時からか。まあいいや。まあのんちゃんと連絡取れたからよかったね。うん、よかった。のりこは生きてたよ。のりこは生きてた。のんちゃんは生きてたよ。うん、おお、悪かったわ。じゃあまあリスナーさんには謝るわ。なんかこう家庭の問題をね。一家庭の問題をこう巻き込んでしまって、いや本当に申し訳なかったわ。リスナーさんには謝るわ。まあのんちゃんと連絡取れたからいいの。俺は元気だったから。のりこは、のりこは生きてた。ただうつ病が悪化してたっていうのはちょっとあれだけどね。
かわいそうだけど。のりこは無事だった。海宝さんはありですか？いや、いいよ、別に。海宝でも背中洗ってくれるなら。俺の体を全身泡で包んでくれる人を募集してるんですよ。配信回すからね。和道の部屋であれだけ寝てたのに寝れないのは笑った。まあ、いびきうるさいんだよね、俺。別に誰でもいいよ。サクットラでも何でもいいよ。何でもいいよ。サクットラは別に見てないでしょ、俺の放送。あ、ツイッターフォローありがとう。ツイッターフォローありがとうございます。泡姫募集。そうそうそう。泡姫を募集してる。うつが悪化した原因は分かんない。分かんなかった。それは誰にも分かんない。俺らは医者じゃないから。まあ、なんかあるんでしょう、いろいろ。機嫌の問題とか。力加減大事だね。ちょっと強めの人が好きだね。ちょっと強め。痛いほど強くしないでほしいけど、ガシガシ行く人が強い。のんちゃんは俺のこと刺さないよ。のんちゃんは俺のこと大好きだもん。でも、俺がどれくらいモテるか知らないでしょう、リスナーさん。俺がどれ、本当は俺めちゃめちゃモテるんだよ。俺と付き合いたいって言ってる人いっぱいいるんだよ。冗談じゃなくて、アンケート取ったらわかるけど、今この250人の中で、まあまあ相当いるよ。和道と付き合いたい人。だから正直、順番待ちだから。俺の彼女になりたい人。アンケート取ったらもう半分はいくだろうね。120人ぐらいは俺と付き合いたいって言うだろうね。取る？いいよ。アンケート取ってみようか。まあ、でも女性が半分だから、まあ4分の1ぐらいじゃん。25%ぐらいはいると思うよ。そう。ダメな男が好きな女がいっぱいいるから。25%はいくと思うよ。はい、じゃあアンケート取ります。正直和道と付き合いたいですか？はい、いいえ。ワンナイトラブも含みます。いや、マジでマジで、ワンナイトラブ含めて和道さんとちょっと付き合いたいわーっていう人いると思うよ。25%は俺の予想いくね。25%で100人のうち25人は言うと思うよ、今見てる人で言ったら。和道と正直付き合いたい。かっこワンナイトラブも含む。イエス、ノーだね。いや、ワンナイト、まあまあ、アンケートは匿名だから、正直に書いていいよ。正直に書いていいよ。夫人さんいらっしゃい。夫人さんいらっしゃい。行列ができてると思う。まあ、正直25人は行くと思うよ。まあ、男の人でもいいですよ。和道と一発やりたいっていう人いたら。何言ってんだ。いや、だから、知らないんだよ、配信者がモテるっていうの。配信者がモテるっていうのを知らないの。10%？ 10% なんかそんな低い数字叩き出さないよ。めちゃめちゃモテるんだよ。配信者はモテるって聞くでしょ。聞くでしょ、みんな。じゃあ、あと3人、あと2人。あと2人で回答します。あと2人答えたら回答します。100人。いくよ。5、4、3、2、1。いきまーす。ほら、21.8%、ほら、21%、22%が、ほら、俺のビタビタでしょ？意外と多いでしょ？ほら、意外と多いでしょ？まあまあ、今日はたまたま3%少なかったけど、22人俺と、でしょ？言った通りだったでしょ？半分が女性でしょ？で、女性の半分が俺と一発やりたいと思ってるんだよ。すごいでしょ？モイストさんいらっしゃい。何キモいって。やめて。ほら。
意外とモテるんだよ。みんなが思ってるのとちょっと違うんだよ、やっぱり。まあキモくていいよ、キモくて。いや、頭おかしくなったんじゃないよ、ヒロさん。データが出てるわけじゃん、ヒロさん。ちゃんと現実見ようよ。データとしてちゃんとモテるっていうのを証明されたんだから。キモい。毛深い人はね、性欲強いのは多分あると思う。うん、あると思う。毛深い人は性欲強いのあるよ。まあ医学的なデータが取れてるわけじゃないからあれだけど。いやー、顔はね、ジュノンボーイって言われてるからね。だって Google でさ、検索したことある？みんな Google で。みんな Google って知ってる？ Google、 Google を出すじゃん。 Google をね、 Google を出してください。いいですか？ Google を出して、あ、ことかって出ちゃった。あ、やめて。ことかって出ちゃった。これはずいな。この機能やめてほしいんだけど。いや、やめよ、これ。ここもカットしてください。この機能、本当にやめてほしいな。いやいや、ちょっとね。ここはガチのカットでお願いします。ここガチの、ここガチの。いや、まあまあ。いや、だ、これはダメだね。これはアウトだね。はい、しくったって。まあいいや。やべえな、これは。こういうのはずいよね。なんだろうね。これどうやって消すの？これどうやって消すの？何トップで検索してんだよ。鬱が加速するっつって。ああ、知らない俺。トラップだよ、トラップ。うん、はい、ゴミ書くとか言って。うん。母ちゃんにエロ本見られたレベル。うん。ああ。キャッシュをクリアすんのね。あとでキャッシュを消しておくわ、俺。キャッシュ消さないとダメだな。うん。キャッシュを消そう。うん。ああ。コート買ったのはコトか。やめてください、そういうの。いや、違うよ。じゃあ、ことかは全然タイプじゃないよ。しねしねコメントやめてんのんじゃん、うん。クリアは甘え、うん。やめてください。しねしねやめて、うん。シークレットモード、あ、そっかそっか。シークレットモードか。うん、ポンプ入れないの？ポンプ入れないで。やべえな。うん。いや、子とか好きじゃないよ、全然。全然好きじゃないよ。全然好きじゃないから、俺、子とかのこと。良くない米はブロックだね。そうだね、ナナミ。言う通りだよ、ナナミ。ただね、そんなことしたらリスナー全員いなくなっちゃうから、今日は。今日はね、ほぼね、敵に回ってるから。今日ね、リスナーがボートとかしてる。フーリガンって呼ぼう。フーリガン。この流れはまずいね。好感度が下がり続けてるよ。好感度が。ノコギリで切られるよ、本当に。やばいよ、これ。刺されてもおかしくないよ。違う、最近の中ではじゃないよ。
俺が本域でトークしたら全然取れるよっつってんじゃん、数字は。ただシルバーワックスだったりとか、そのボクシングとかで忙しいんだよ。トークをしたら別に閲覧200以上なんて余裕だよ俺は、うん、じゃあちょっとご飯食べてきます。アイテムなあ、閲覧上がってもアイテム飛ばねえだろ。ちょっと面白かった人アイテムちょうだい。休憩します。お疲れ様です。撤退撤退撤退せよ、和道リスナー撤退。ちょっと待って、のんちゃんから LINE 来たんだけど、のんちゃんからもう来ないって LINE 来たんだけど、ちょっと、のんちゃんがもう来ないって、本気で怒ってるじゃん。いや、だってもうアイテム飛ばないもん、この流れ。この流れでいくらやってもアイテム飛ばないもん。いや、やってもいいけど、のんちゃんがもう来ないって本気で怒ってるんだけど。じゃあアイテムちょうだいよ。ちょっと気持ちでいいからアイテムちょうだい、延長するんだったら。俺も配信者で飯食っていかないといけないから。こんな身を削っていってアイテム飛ばなくなったらただの自殺でしょ。いや、まあアイテム飛ばないから今日ちょっと一回休憩するわ。また続編。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。